こんにちは、光明です。こんにちは、ジュークです。今日ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は上杉謙信と武田信玄の子供はですね。子供。もうなんかね、やってる。そうですよね。まあちょっと何回もやってはいるんですけど、まあちょっとここで改めて。僕ははい。高田さん、よろしくお願いします。ではタイトル、二人の子供が織田信長である理由。信玄と謙信の年齢は9歳離れている。その当時、織田信長が何歳だったかというと、謙信よりも4歳下であった。そこで信長と親子の関係が消滅する感じがするが、その当時謙信は姫として生まれてきたが、後に男として当主になっている。男装させると実年齢より相当若く見えるため、年を4歳下げていっていた。だから若い頃に恋をして13歳か14歳の時にできた子供が信長である。年齢を下にすることによっていろんなものを隠したということである。そして生まれたその子は、旅の東八毘沙門天が扱って、時が来た時にその僧侶に会いに行った。お前たちと同じ文字を取った名前にするので、会いに来る時に分かるようにするからと言って連れて行ったのが僧侶に化けた毘沙門天であった。織田信長を連れて北辰信仰のきちんとした地位がある家に養子にいたし、息子として将来の覇王として育てようとした。そんな歴史が隠されているっていう、でこれ毘沙門天が預かった子供、ね、この時のまあちょっと要はまああれですね、巧妙的な考えだと由緒あるっていうことは、これは自分はこれは天皇家じゃないかなと思ってるんだよね。その行き先を矛先っていうの、それが今度また影が隠れてた影がねまた復活してきて、で平安時代のあれがちょっとちらつき始めたらなっていう感じが取れる内容だと。でこの辺も何回もやってるからちょっとあれなんだけど、この要はね若い二人が、まあ、一緒になったとか、まあ、かなりあれだよね、そういうふうにすると、謙信はね、若く見えて、ずっと年下だって語られてるけど、信玄よりも、かなり上だったんじゃないかな、年下だから。まあ、若く見えたから。そう、まあ、8つか、そこら離れてないから、8つぐらい離れて、上のお姉さんだったかもしれないしね、例えばの話ね、その辺はあれだけどね、まあ、年は離れてたと、少し離れてたと、それでどっちが上かったら、これは、信玄の方が上じゃなくて、謙信の方が年上だったと。まあやっぱりその2人から生まれた子供は、やっぱただならぬんですよね。ただならぬんだよね、やっぱり。このもうバレたんだもんね、名前ね。また信だよね、この信の同じ文字2つから取ってね、母親と父親の名前から取った文字をつけてるのが信長だと。謙信の信と信玄の信。だからね、ぶつけ者とかって言われたその織田信長ずっとね幼少期言われたとかってところだもんね。ここら辺から来てるのかもしれないね、育ちのあれからね。それだけどね、木の荒さと戦慄のこうなんていうのか、この計算の高さとか、まあ受け継ぐものがなければここまでのねあれがないんじゃないかと。これで巧妙的にまあこれからまた先になったらまた話はあるんだろうけども。ここで見え隠れしてることが一つあるんですけどね、何が見え隠れしてるかっていうと、まあ、天の毛が関わってきてる、また関わってきてる。でそれに対してね、じゃあどういうふうに変わっていくのか、うん、で今までも政権が変わるたんびにいろんな人たちが入れ替わり立ち替わり変わる、うん、変わってきたと。でその時にこの力の強さをがどこの力に変わっていくのかなということなんだよね。気になるところですね。気になるところなんだよね。だって織田信長が自分がね立った時に我は第六天魔王の決心になってこなとかって、うん、何人かいらっしゃったよね、そうやって言われたらね。いますね。うん。それはそういうような血筋だったのかなと。例えばの話ね。ただものじゃない。ただものじゃない。そういう感じなのかなと思ったよね。多分気づいちゃった人も気づいちゃってますね。第六天も。そう。第六天もだから六の筋だってね。天神様だり。ね、ズバリと天神様だ。それに今後ね、叱るところって。まあ、天皇家、朝廷の王に預けられたと。でその時に例えばね扱って連れて行かれたところにどういうドラマがあるのかと、今後先ね、必ず仕組みがあってね、前に進むのに仕掛けがあるはずなんですよ。意味がないあれでは多分進まないと思うから、計算されたように物事が動いてたんで、どうでしょうね、この辺でね。次回はどういうあれですか？ですね、信玄の信、謙信の信、信長の信という3つの信に隠された秘密というものをまた言っちゃったね、俺ね。言っちゃったかもしれないね。そうですね。先走り。まあそれちょっと先走りですけど、を話していきたいと思います。はい。じゃあ今日はここまでという。はい。ということでよろしくお願いします。次回よろしくお願いします。はい。お願いします。チャンネルはこちらから。